2018オートバックスーパー GT 第7戦、まずは GT500 もうウィーミングをしながらの ARTA スタート。2番手景品、そして英雄が前に来た、レイブリッコなんとホームストレートに抜いて3番手、さらに後ろからキーパーも来ている。ちょっとジェンソンバトンはタイヤの温めなのか、スタートはあまり良くない。あーっと、ここではキーパーが、これはニッキャスリー少しダートに落としましたが、なんとかとどまった。 GT300 クラス、こちらはホッピー86が綺麗なスタート。後ろからは10号車のゲーナー、そして3番手にはスバル、それともマッハ車検か。スバルが山内頑張っていましたけれども、どちらだ、どうやらマッハ車検が前に出たようだ。そして初音ミクがその間を通じて一気に上がってくる、4番手を狙ってくるが、どちらが前か。つらいできましたよ、中島和樹。このブレーキはちょっと見ものですよ。ブレーキに対して入ったか、さあインガーついた、ジェットコースターストレート、おーっと接触があったか、ちょっと触れました、はい、ちょっと触りましたね。あ、ミラーが飛んだ、ミラーが飛んだ、景品左のサイドミラーが飛びました。これで入れ替わって2番手 AU LC500 中島和樹オーバーテイク。あー、もういった、 AU もさらにいく、 ART に一気にいく、アウトサイド中島和樹前出ました。さあブレーキ勝負、エッジコーナーはどちらが前だ、なんと au が前だ、一気にトップ au lc500 中島和樹、これがウィナーの実力か。あと、あ、ちょっと待ってね、プリウスがこれ止まってる、どっちだ、30号車のですね、カローラミエの30号車がフォースサイドに止まっている中に、これ大丈夫ですかね、全くタイヤが動いていない。さあこれは判断はどうなるか、後ろでは Z 立ち花、今バトンのインガーに入った、5番手はどっちだ、あ、前にプリウスがいる、インガーから立川が、5番手が立川前だ。なんか嫌になっちゃうんですよ。セーフティーカーですか、ね、SC 導入ですか、はい、さあ20周目というタイミングでのセーフティーカー。この後ホームストレート、明らかにランボルギーニの速いはずです。これはちょっとストレートつらいな。佐藤君やアウトサイドから松井インサイド1コーナー、これはリーガルフロンティア浦川が前、8番手に上がってピットイン組ではトップに躍り出ます。さあそしてレイブリックが前に出た、山本が同時にオーバーテイク、これで6番手にアップ。これはね、チャンピオンに向けての非常に重要なオーバーテイク。そして一気にこれで景品の後ろにレイブリックが、山本が抜いていく、山本抜いていった、これで5番手。山本アグレッシブですね。いや、まあ、あの本当に隙間を、ね、逃しませんよね、はい、おーっと、今でも触れましたよね。いやー、これは頭を横に振る松井。さあ、でもブレーキングはインサイドですよ。いや、カムイが前、カムイが前、カムイが前、レクサスブレーキング、あー、接触、 ARTA と松田追悼のモチュール GTR、 今のはちょっとつらいな。あー、瀬口君タイヤがちょっとつらいね、つらいね、今滑りましたね、随分、もう近づいちゃいました、はい、さあ、ターン10、あー、もう全然、ね、あの、そうですね、全然こう無理のないオーバーテイクをさせましたね。これでキーパー、さあ2連覇に向けて一気にレイブリックとポイント差を縮めるトップに躍り出ます。さあそしてホームストレート、大津1コーナー前に出られるか、ブレーキ勝負、あーっと接触、いや今、あーっと、そしてそのままコースアウト、道上さん、いやだから3台目はないんだよ、ドーンと危ない。2連覇に向けての大事な勝利ということになります。今シーズン初勝利になります、チャンピオンカーのキーパー。第7戦オートバックススーパー GT オートポリス、勝ったのはキーパー、そして2位 AU。 さあ問題はこの後、さあ来た、 Z ドレイブリック、テールトゥーノーズ山本、最終コーナーを狙っている、守る石浦、攻める山本、どちらが前か。石浦が前で4番手、5位レイブリック、これで同点で最終戦に向かいます。レイブリックとキーパー、そして新田選手300、最多勝20勝に並ぶ最終コーナー姿を見せてきた K チューンズ RCF、 これで今シーズン2勝目。いやー、それにしても
ここはなんと同ポイントで最終戦につなげるこのトムス。トムス本当は脱帽ですね。脱帽ですね。レース校舎っていうのは本当に本当です、ね、まさしくレース校舎ですね。はい、